高田、株、TDB 企業コード、9億8526万8274、資本金418億6200万8250円、東京都品川区東品川に、3、14、登記面、東京都港区赤坂に、12、31、代表高田茂久氏、従業員982名、は、6月26日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は小林信明弁護士、東京都千代田区丸の、うちに、7、2、長島、王の、常松法律事務所、電話3、6889、8747、他、15名。監督委員は宮川克幸弁護士、東京都千代田区丸の、うち3、3、1、東京丸の内法律事務所、電話3、3213、1081、世界トップクラスの自動車安全装置メーカー、高田など3社が民事再生法の適用を申請、上場企業では1年9月期ぶり、高田市川製造所、滋賀県の工場、グループ15社の負債合計は約3813億8200万円、上場企業の倒産としては、1年9月期ぶり、当社は、2004年、平成16年、1月に、設立された東証一部上場の、自動車安全装置メーカー。業界内ではスウェーデンの、オートリブ社に次ぐ世界第2位の、メーカーとして、シートベルト、エアバッグ、チャイルドシート、ステアリングホイール等を製造、開発。シートベルトはほぼ全ての自動車メーカーに、標準品として採用され、世界市場では TRW 社、米国、オートリブ社と、シェアを争い、ステアリング製品分野でも、世界トップクラスの地位を誇っていた。前身の旧、高田、1933年創業、以来長年の、功績を有し、60年に販売開始したシートベルトは国内の、全自動車メーカーが採用するなど、トップメーカーに成長。エアバッグも国内の先駆的企業として、東芝ではトップシェアを有し、チャイルドシート分野でも高い技術力を評価されていた。合弁会社や海外現地法人を、米国、欧州、アジアで設立するなど積極的に海外市場へ展開し、2017年3月期の連結年売上高は約6620億3300万円を計上していた。しかし、2004年以降に国内外で発生した当社製エアバッグの不具合、異常破裂に伴う大規模リコール問題が経営を圧迫。2015年11月には、ホンダが当社エアバッグ部品の採用中止を表明するなど、以降は自動車メーカーの間で高田離れの動きが世界的に進行。2016年5月末時点で、リコール対象台数が世界で1億2000万台規模に達し、1兆円超とも言われるリコール関連費用について、自動車メーカーとの負担割合をめぐる協議が喫緊の課題となる中、包括的な再建計画の策定を目的に外部専門家委員会を設置、外部スポンサーによる再建を前提に支援企業の選定を進め、今回の措置となった。また、子会社の高田九州、株、TDB 企業コード、8億4013万7380、佐賀県拓司、並びに高田サービス、株、TDB 企業コード、9億8707万323、登記面、東京都港区、の、2社も、同日同地裁へ民事再生法の、適用を申請した。負債、2017年3月末時点、は、高田、株、が約1826億3300万円、高田九州、株、が、約47億8300万円、高田サービス、株、が約2億800万円、3社合計で約1876億2400万円だが、再生手続きにおいて今後増加する可能性がある。上場企業の倒産は2015年9月の第一中央汽船、株、東証一部、以来1年9月期ぶり、
なお、海外子会社12社も、6月25日、米国東部時間に、米国デラウェア州連邦破産裁判所へ米国連邦倒産法第11条を申請している。負債は12社合計で、17億3961万3327コメドル、約1937億5800万円、2017年3月31日時点の、レート1ドル111円38銭にて、換算、で、国内外計15社の、負債総額は約3813億8200万円。また債権者説明会は、28日、東京、13時、東京国際フォーラム、30日、滋賀、13時、長浜ロイヤルホテル、7月3日、佐賀、14時、ホテルグランデ和がくれ、で開催予定。